日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。ドドフランスのスイーツ、もしまた以前人気館のサンドイッチを食べたことがあるんですけど、スイーツも出てるんですね。あ、公式サイトには記載されてないんですけど、店舗限定なのかな。気になりますけど、とても気になりますけど、まずは食べてみましょう。それでは、チャンネル登録よろしくお願いします。まずはこちらのフレンチクルーラーか、ミスターナスとまた違った感じがありますね。まあ、他にもフレンチクルーラーありますけど、結構大きいです。では、いただきます。これも結構重いですね。では続きましては、こちらのゴロッとリンゴアのスタードホイップ、スタードのホイップなのかわからないですけど、ではいただきます。続きましてはダブルチーズケーキ、キリクリームチーズ、なんかキリがクリームチーズ使ったのって結構多い気がしますけど、これもコラボの一環なのかな。ではラストはモンブラン。では栗がいいですね。その下はお結構ペースト入ってます。ではいただきます。ええ、ビドフランスがパンだけでなくスイーツも美味しいお店であるということは実感しましたが、どうして公式サイトに載ってなかったんでしょう。あれ、自分が単に見落としてただけかな、それとも一部店舗でしか販売してないから、あるいはテスト販売だから表記していないとか。それだとしたらちょっと惜しい気がするな。最初に食べたフレンチクルーラーは結構ずっしりとしたドーナツ生地で、冷やしてあるせいかサクッと食べなかったのは残念ですが、ドーナツは好きな方には甘さがあって美味しかったのでおすすめできますね。次のカスタードのホイップ仕様はホイップクリームがかなりさっぱりしていて、カスタードクリームを上回るほどにその存在感を出していて美味しかったです。ホイップクリームが好きな方にもおすすめですね。それではこちらのゴロッとリンゴのカスタードホイップラムレーズンはかなりリンゴの食感と酸味が強かったです。でその下のカスタードはかなり甘さが控えめで、もう存在感がないかと思えるほどでしたね。それじゃあいいのかっていう感じです。ラムレーズン風味なのでちょっと苦みもありました。なので少し大人向けですね。続いて食べたこちらのチーズケーキはシンプルなチーズクリームの酸味はシュワッと口の中に広がってきて、チーズが好きな方にはおすすめできます。最後に食べたこちらのモンブランは栗の甘みが結構強く出てきてます。それでいて下の方がケーキ生地なのであっさりな感じなので、モンブランが好きな方におすすめですね。この中だとこのモンブランの栗の味が一番印象に残りましたので、こちらのスプーンで食べるモンブランの代表として今回は4点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終焉。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。